テレポ。日本郵便、JR 東日本、タリーズコーヒーの3社は、利用者が同じスペースを共有するシェアオフィスを活用した複合施設を開発し、この店舗が今日、東京の JR 立川駅でオープンしました。店舗では、日本郵便が投資信託や生命保険などの金融相談を、タリーズがドリンクの提供をそれぞれ行い、利用者はさらに JR 東日本が提供するシェアオフィスも自由に使えるというものです。シェアオフィスは夏頃までは実証実験として運用するため、当面の使用料は無料だということです。日本郵便と JR 東日本は郵便局と駅の機能を活用することで協定を結んでいて、今後も共同で新ビジネスを開拓したいとしています。